万面美なのだ、エルザなのだ。今回は味方を生かすのが弓の仕事について解説をしていくのだ。トラストを使っていると味方のカバーって本当難しいと思うのだ。トラスト自体のキルが難しいし、やることも多いから臨機応変な対応が求められて大変な武器だなと思うのだ。でも考え方をまとめておくと動き方の統一や優先度が決めれるようになるから覚えておくと良いと思うのだ。ぜひ最後まで見てくれると嬉しいのだ。いろいろな生かし方。まず味方を生かすにもどうやったら生かせるのか考える必要があると思うのだ。今回は3つ話していくのだ。対面カバー。まず味方の生かし方としては対面のカバーになるのだ。防衛の強みとしては射程による敵への圧なのだ。対面中の味方がいればその横槍によって味方のキルサコもできるし、何より相打ちによるデスを減らせるのだ。味方の前衛が必ず対面で勝てる保証はないから、防衛の射程を生かしてしっかりカバーするのは大事なことなのだ。これができると連戦した前衛がいても体力を残した状態で次の対面をすることもできるから結構大事なことなのだ。攻撃をギリ届けることよりも逃げられても当てられるくらいの射程を意識しているとカバーがしやすくなるのだ。アシスト数が多い時はこの動きができてる可能性高いから、キルじゃなくてアシストを意識すると自然と味方を生かせるのだ。敵の抑え込み。続いては敵の抑え込みなのだ。前線のカバーも大事だけど、そもそも前衛が前に出やすいように抑えるのも大事なのだ。キルができれば一番良いけど、敵がいいポジションから動いたり後ろに下がることによって前衛の動きやすさが上がるのだ。これをするだけで味方の行動範囲が増えるし、自分も前に出やすくなるから一緒に前線を上げることが可能になるのだ。このままポジションが取れればより安全圏からの援護が可能になるから、しっかりと抑え込みからの連携はしたいのだ。防衛込みの編成の時に前衛が動きづらいのは、抑え込みが甘い可能性があるから動きやすいように抑え込みを意識するのだ。ルール関与。最後にルール関与なのだ。味方を生かすにも大事なことなのだ。そもそも味方の前衛や中衛は前の対応や盤面管理などルール関与より優先することが多いことがあるのだ。もちろんエリアとかなら多少の加勢はありだなと思うけど、やぶらや矛といった前をキープするルールにおいては NG なのだ。これを無視してルール関与をしないと、前線に押し込む準備をした前衛をわざわざ下げることになるからチャンスを潰すのだ。しかもこの時の前衛は管理することが多くなるから、キャパオーバーでクリアリングが甘くなったりするのだ。この点を考えると、ルール関与ができるタイミングはしっかり行って味方に仕事を集中させるのが大事になるのだ。ということで3つの生かし方を話したけど、基本は立ち位置から前衛をしっかり生かすのだ。結構前衛視点で考えることが大事だったりするから、この辺りは前衛武器も使っておくといいと思うのだ。あと気をつけたいのは、味方を生かさずに自分のポジションの優先とかをしてしまうとズレが出やすくなるから注意するのだ。カバーによる恩恵がある。味方の生かし方を紹介したけど、味方を生かすことを考えると自然とカバーの動きが必要になってくるのだ。ただカバーの頻度が増えるとその恩恵も後衛として受けやすくあるから、それを紹介していくのだ。敵前衛の進行阻止。まず後衛が前衛をカバーできると、味方の前衛が相手の前衛との対面の時に一緒に行動しやすくなるのだ。そもそも前衛同士の対面で勝ってもらわないと後衛のところまで敵が来てしまうから、一緒に止めてもらう方がいいのだ。これは自分一人で止めるよりも前衛と一緒に攻撃や対応をしてもらった方が対面が有利になるからありがたいのだ。この時味方の前衛がヘイトを勝ってくれてるから、後衛としては狙いを定めやすくなるのだ。キルやアシストが取れやすくなるから対面の安定につながる恩恵があるのだ。敵位置の特定。続いてはカバーによる敵位置の特定なのだ。前衛武器はヘイトを集めて対面をしていくのが仕事なのだ。だからこそ
味方の位置を見ていると敵の位置が自然と特定できるようになるのだ。そもそもカバーの意識がないと味方を見るということはしないから意外と難しい動きなのだ。敵が発見しやすく対応しやすいのは前衛だから、味方の前衛を生かすように周りを見ていると自然と策敵につながるのだ。これを押さえておくと、味方のカバーをするついでに敵が寄ってきているのがわかるから早めの対処ができるのだ。敵の位置がわからないときは味方の前衛を見るようにして策敵をしてみるといいのだ。対面負けを減らせる。最後の恩恵としては、味方の対面負けを減らせるということなのだ。これは後衛として一番大事なことなのだ。1対1の前衛対面においては、その時の実力差や状況によって左右されるから安定しないと思うのだ。特にミラーマッチの場合は不利な武器とマッチングする時も多いから、味方が対面で勝てる保証なんてないのだ。こういった状況の中で少しでも味方がキルしやすいように後衛として攻撃を当てることができると生存率が上がるのだ。自分が前衛で相手と対面中に相手の後衛から横槍が来るとしんどいと思うのだ。そういうことなのだ。これによってキルかアシストが取れれば味方の対面負けは減らせるから、後衛として対面の援護をするのはかなり強いのだ。もちろんカバーの届かないところで戦ったりする味方はどうしようもないから、カバーできる味方を優先して生かしていくのだ。一番は無駄ですさせないこと。ここまでいろいろ話してきたけど、味方を生かすには味方の無駄ですを減らすことなのだ。これに限るのだ。例えばめちゃくちゃ敵陣に突っ込んでデスを繰り返す味方がいるとするのだ。こういった味方がいる場合、デスするということは少なからず周りに敵がいることは確定しているのだ。ということはこの周りをうまく策敵してキルを取れれば、味方のデスを有効活用することができるのだ。この場面でキルが取れるようになると人数的には同じになるから、不利な状況にならず有効デスに変えることができるのだ。味方を生かすといっても全員をカバーできるわけではないから、デスした味方もうまく活用することが大事なのだ。もちろん射程外に無駄に突っ込んだ味方とかはカバーのしょうがないから、そのあたりは切り分けていいと思うのだ。今回の味方を生かすのが弓の仕事倍上なのだ。生かすといってもすることも多いし恩恵も大きいのだ。でも一番簡単なのは味方が動きやすくすることだし、デスしても生かせるカバー力になるから意識をしていくといいのだ。ということでご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿してくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで。バイバイなのだ。